さあやっていきましょう。マップはアースノーマウンテン、お相手はセルー、よろしく。ああ、押される。D 行くぞーい。いらっしゃいませ。バイトアリー。伊勢じまい。いねえな。運悪いな。元からか。いた。なんかバレなければ大きいが。よし。よかった。ここを救えたの大きいね。D あんまり多くなさそうだったから。まだ一人ぐらいはいるかもしれないけど。他のエリアにいるんだ。珍しいな。だいたい D に固まってるのに。民間人って。テントウムシみたいに固まってんのに。あら、やられた。うふふふふふ。二人目。やっぱり開幕宇宙船に行く余裕ぐらいあるなぁ。もう回復したね、宇宙船が。やっぱりセルの言う幼虫の時代に、幼虫のタイミングで、一人でも多く救ってた方がいいね。あ、ボール飛んできた。人造人間だ。全部買った？自販機。まだあるじゃん。なった。あーっと、セルは進化。頑張って救ったつもりだったが、もう第二形態か。第二形態のセルは強いぞ。信じられないぐらい強い。まあでも、チェンジレベル0で1人やられてるし、仲間もまだチェンジレベル0だし、これやられてもしょうがないね。やられない方がおかしいよ、この局面。諦めろん。またボールとか飛んできてるかな。飛んできてない。いい、見つからないってことはこれ水の中かな。今のうちに水の中探すか。いや、開いてるなぁ。また氷の上か。チェンジレベル0の人はどうやってチェンジ上げるつもりなんだろうね。ここから。民間人はほぼほぼもう残ってないはずだよな。多分鍵はこの氷のどっかの上にあるな。お？あった。全然関係ないとこだったな。どこじゃ、その谷間か。ボールは渡してもいいが、狙われてるからな。死ぬぞ君。この中に置いとくわ。来てるぞー、狙ってきてるぞー。そんな大胆に動いて大丈夫か。死ぬぞそれ、怖い。ボール拾ってる。カメハメハ撃たれたら君死ぬ。怖い。あ、
セルに向かって適当にロケットランチャーをぶっ放して一発も当たってない超危険、考えられないようなプレイングが続出している。この距離でセルにロケットランチャー当ててもボール落としても拾いに行けないじゃんか。 100% 今打つ意味ないよな。打ってボールを落としてもサバイバー側が拾えない、そもそも今落とす必要性がないっていう、そのもうスーパーロケットランチャーという貴重なアイテムをただただドブに捨てるような行為ですね。これは僕だったら絶対しないわ。3000時間ぐらい前だったらやってたかもしれない。刺してらっしゃる。割れましたわよ私たち。覚悟しな。やばいよ。まだ俺探知されてるな。変身。これ回避する意味ないな。ボール落とすはするけど拾いにはいけない。よっ、ボール拾ってくれた。なんとかボールを仲間が手に入れてくれたっぽいな。棒が何個あるか知らないけど、あと1個足りないね。あれだけの視線をくぐり抜けてまだボールが足りない。セルが持ってるわけじゃなくてシンプルに揃ってないな。あと1人で完全体。E 方面はさすがにもうボールないと思うんで、あるとしたら C かな。揃ったかな、わからんね。先頭はある。珍しいな、俺が先頭を持っているというのは。よいしょ、救ってくれるか。いやーボールないね。レーダーにも映らないな。ブリンクもない。2段階破壊。あと1個はどこだったんだろうね。 X のあれかな、洞窟の中かどっかにあったのかもな。ほらこの辺にあるわ。ってこそ、チェンジがまだ間に合わぬ。さあ、シェンロン間に合うか。2段階破壊されてる。なんとか間に合うように瞬間移動まで使って届けてきたんで、あとは頼むぜ。補給物資開けた。あら、シェンロン呼び出しは失敗。まあ、あっち止めてもらうしかないわな。妖怪、誰か触っててくれたら俺行きたいな。な
仲間が言ってくれた。あとはもうここ触るのと、あっちシェンロンの妨害するのの二手に分かれることができればもう勝ちだね。チェンジできなくなった人から中央に戻ってきてほしいね。お、サバイバーが呼び出した。呼び出さない方が強いまであったけど、まあいいか。セルを引き止められたからね。さあセル残像剣切った。殴っていってる。討伐も見えてきたね。で俺は次アシスト行こうか。行く必要は本来ないんだけど、仲間が戦ってんだったらまあ援護しよう。残像剣討伐成功。シェンロンサバイバーはロゼだったのか。なるほどね。なんかゴジータの名前が入ってたからてっきりゴジータを使うのかと思ったけど違うんだな。さあ行っていきましょう。マップはダークフューチャー。お相手はベビー。よろしく。パンツ見えてますよ。よろしく。民間人はいない。煙幕はあるんで近づいてきてることに気づければベジータのグローブの使い方で雑ね。レベル1。ベビーは動いてないか。ボールレーダーだ。起動キーが見つかったな。設置に向かってくれ。これか。今来たね。今いた。これで完封されるのが俺は嫌いだからベビー今使いたくねえんだよな。いんのかよこいつ。いつまでいるんだここに。帰れお前は。びっくりしたな。ここはどこだ。びっくりした。あれでもサバイバーだったもしかして。なんかあそこにサバイバーが歩き回ってんな。スプリントで走っていたサバイバーだったかもしれん。どっちだった？分かんねえ。あっちか。これ偽物ってこと？ああそうだ。私助かるの？
もう宇宙船回復するな。宇宙船がさ、クールタイム早いんだよね。みんな知ってるだろうけど。これね、クールタイム倍ぐらいにしてもいいと思うわ、マジで。こんだけ強いのにさ、この、ちょっと移動したらまた回復してるっていうのはおかしいよ。倍でも強いって、クールタイム。あ。自動進化だ。タイムアップで自動進化か。これ偽物ですね。本当だよな、サイヤ人ポトリモコンのクールタイムなんか長いのにさ、こんな簡単に逃げられるスキルが90秒ぐらいでしょ。どうかしてるぜ。強いスキルはその分クールタイムが長いっていうのが定石だったのにな。うん、今行きたくねえな、いい方向。ボール、あの人はやっぱレーダーか占い持ってるな。譲るか。あと1個だね。ナイス。ここか。あと1個か。A 方向にありそうだな、ボールは。あ、打ってくるぞ。あ、もう揃ったか。了解。あ、え、使えってこと？チェンジレベル3だけど俺。こんなとこで誰か使うとか、うわ見てる、暇ねえな。とりあえず離れよう。あぶねえ。あー、そうかい。まさか譲られるとはな。A 一旦刺してもらって了解。いでよシェンロン、そしてこの可愛いバニー服風の女の子を、可愛いバニー服の女の子にちゃんとしたバニー服をくれたまえ。やったー、正式なバニー服の実装を待ってます。まがいものじゃなくて、もうこれは可愛いけどね。これはこれで、待ってくれ、アイテムだけ置かせて、ここにブリンク、はい、置いとくぞ。マニッシュ飛ばしちゃうんだよな。おお、龍拳。爆発波切った。お、来たか。やっぱワイルドバスターは速いし強いね。はい、あー飛ばしちゃったか。了解。
隣接当てた。そうば成功。全員生存。オッケー。やっぱ近接行ってくれると強いね。ありがたい。はあ。くらえ。ありえん。この俺が。オッケー。おお、あ、探索能力低かった。ごめんなさい。謝っておこう。